平気よ、このくらい。あっ、うわ、いや、一瞬しか見えてないから。どうして向井君の前だといつもこんな。火を起こすときに、私のために。ちょっと待って、シロさん。嫌だ、もう待たない。いや、その裸。あ、いや。見てしまってごめん。言わないで。じゃあ考えておいてほしい。それまでは諦めないから。じゃあ私先帰るね。向井くん、甘いもの作って待ってたの。食べてくれる？それはいいけど。本当？よかった。かわいいな。いつでも言って。付きっきりで手取り足取り一晩中付き合うから。ちょっと変なこと言わないでよ。でも向井くんがどうしてもと言うなら、私は。向井くんが二人を幸せにできたら、その後考えてくれればいいから。でもまだ好きなの。独占できなくても向井くんのそばにいたいって思ってしまった。向井くんの二股がうまくいくためなら何でもするから。勉強も教えるし、お金のことも任せて。無人島で向井くんと二人きりで、気持ちが盛り上がってしまってキスしてしまいました。全裸で押し倒して。